ドジャース大谷翔平投手と愛犬、デコピンのボブルヘッド、首振り人形が28日、日本時間29日の本拠地、オリオールズ戦で配布されたが、オークションでの転売が相次いでいる。レアアイテムの金のボブルヘッドは、最高1万8000ドル、約261万円で出品される事態となっている。実際の映像大谷翔平もにっこり笑顔で サンクユー金の特製デコピン人形と馬車。この日は、今季2度目となる大家のボブルヘッドデーで、デコピンを抱えたデザインが限定4万人に配布された。金のボブルヘッドが限定配布されたこともあり、ファンが長蛇の列を作る事態に。開門時間も2時間早まったほどだ。その人形の一部は高額で転売されている。米オークションサイト、eBay では、 日本時間30日午前7時50分時点で金のボブルヘッドの最高額が1万8000ドル、約261万円、プラス送料。2番目でも1万ドル、約145万円の値がついている。最低額は通常のボブルヘッドで99.99 99ドル、約1万4500円、プラス送料となっている。 このボブルヘッドをめぐっては配布開始前から転売が相次いだ。開始1時間30分前の日本時間29日午前7時40分時点で、すでに約100個を超える出品があり、最高額は450ドル、約6万4900円、プラス送料だった。ボブルヘッドの第1回配布日だった5月16日、同17日。